幕上方最終に来て、毎年恒例、毎年恒例のやつですね。まあいつものポイントなんでね、めちゃめちゃね、宮も暑いところなんで、たくさん撮れると思うんだけど、しかも今日は新月だからね。そう、今日新月なんよ。月の光がない分、照明の光にみんなが寄ってくるってことでしょ。そう、これからね、夏休みになるからね、クワガタ採取行く人もいると思うんですけど、こういう山道はお父さんに気をつけて運転してねって言ってくださいね。でかい、割とでかめ、割でかめ、めっちゃあそこになんかブンブン飛んでるのを見つけた。今急いで向かってます。あ、待って、下見たらいた、赤足のメスだ。表面だけで赤足のメスってわかるの？ツルツルじゃん、ピッカピカの新生地。見て、テッカテカテッカテカ、綺麗。はい、ポケット。今、赤足のメスがいたので、いそうな雰囲気出てますね、すごく。カー君に先歩かせると先に見つけられちゃうからさ私見つけたいから先歩く、たまには見つけさせてほしい。まだミヤマ見つけたことないから、私自分で。これはあ、コクワのメス？コクワのメスだね。まあ、パチって私にぶつかってきたぶつかってきたの？ぶつかってきた。ブリブリだね、この子も。元気がいい。うん、ちっちゃ、めっちゃちっちゃい。かわいいね。あー、めっちゃ元気。かわいい、この子。ちょっとじゃあ確保しまーす。はい。何？どうした？ねえ、見て見て。この間のパンダちゃん。ほんとだ。なんだっけ、これ、名前。ラミーカミキリ。あ、そう、ラミーカミキリね。俺、よく見るとさ、この首のところにある目みたいなのがパンダみたいでしょ。かわいいよね。めっちゃかわいい。これで見ると、ほんとにパンダにしか見えない。ね。ほんと綺麗。これでもね、これでも外来種なんですよ。だからね、結構日本においては良くないんだよね。ね。かわいい。前回もコラボさせていただいたエロフシ君。エロフシ、変なとこ登ってくるからな、こいつ気をつけないと。え？なんかいる、めっちゃかわいい。モネズミだね。かわいすぎる。ちっちゃ。手のひらに収まる、あれ。何かいたようです。何ですか？ちびみやまの頭。え、これマジでみやま？ほら、めっちゃちっちゃ。超ちっちゃい。こんなちっちゃいのなかなかいないよね。超ちびみやまの頭。ほら、牙が全然発達してない。本当だね、ちっちゃいね、うん、食べられちゃった。食べられちゃったんじゃない？ほら、あ、飛んでる。見えますか？あれ、あれです、あれ、あれ、みやまっぽいよ。わ、森に行ってしまった。ライトに反応したかな。そう、多分そう。今日、ね、あ、オスに来てた。今日初めてのオスだね。お、クワウン来たじゃん。クワウン来た。ほい、何、ゲット。何？あ、コクワだね。メス多いね、今日。うん、普通のコクワだね。ちょっと同じ方ついてこないで。何？え、何、ちょ、すごくない？今、何、すごい、カブトムシじゃん。すごい、イエーイ、すごい、いるんだね、ここ。ここポイントでだね、というか言った瞬間捕まえた。強い元気だな、こいつ。元気だ、うん、かっこいいな。いたこれはミヤマの、ミヤマメス、飛んでっちゃう、飛んでっちゃう。ヤマメス、初のミヤマ、初ミヤマ、女の子です。ブリブリ女の子です。今日は女の子の日だね。黒、ミヤマの特徴ね、足の根元が黄色い。本当だ、黄色い、ね、かわいいね。はい、ポケットイン、ポケットイン。ちょ、カー君、来て、なんかいる、なんて、なんだろう、これこれミヤマ、めっちゃちっちゃい。何これ、ちっちゃいけどミヤマや。ちっちゃ、やっ
ったー。ちっちゃいけど深山発見。ついに深山です。深山です。かわいらしい。怪我してる。あ、ちょっと怪我してる。戦った後が、深山あげ、大事にして。うわー、でも捕まえました。チビだけど、ね、やった。はい、というわけで本日の成果です。いやー、思ったより取れなかったね。そうだね。ねえ、本当にもっと取れると思ったんだけど、なんかね、今日はいつものポイントの照明がね、 LED に変わっちゃってたんだよね。カー君が激アツポイントと言ってるところも LED に変わっちゃいました。去年は結構大きいのいたんだけどね。今年は割とちっちゃかった。そうですね、ちょっと、まあ、また今年も1回ぐらいやりたいね、深山。そうだね。まだ時期中盤ぐらいだからいけるかも。まだいけるかもしれない。うん、というわけで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。バイバイ。見てください、この木漏れ日、気持ちいいですね。やばい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 、パニックパニックパニック、ありえないサイズの、あれ、これはこれはです、これはです。